ハインリヒ一世は、オーストリア編教博、強用博と言われる。ハインリヒは、初代オーストリア編教博レオポルト一世とリハルディス、ホンズ・アラフェルトガウの間の息子である。996年に、ハインリヒが、編教博位に着いた時、ビザンベルクから、マルヒ川の間の土地にはまだ、ドイツ人が定住していなかった。年、皇帝ハインリヒ二世は、 二箇所の領地をハインリヒに与えた。ウィーンの南西の18平方マイルの地と、カンプ川とマルヒ川の間の22ハイドの地である。両方の地とも辺境にあり、前者はハンガリー人の、後者はポーランド人の土地であった。ハインリヒは北から最も大きな脅威に直面していた。999年のボヘミア港ボレスラフ2世の死後、東方辺境領の北部は、 ボレスラフ2世の後継者、ボレスラフ3世の残虐行為により不安定になっていったが、ボレスラフ3世はすぐにポーランド港、ボレスワフ1世に敗北し、ボレスワフ1世がボヘミア、モラビア及びスロバキアの公となった。ボレスワフ1世は1002年にラウジツ返境薄領及びマイセン返境薄領とバウゼン及びマイセンの町を手に入れた後、 手に入れた土地から皇帝に敬意を表するのを拒んだ。皇帝ハインリヒ2世は、デューティ一族と同盟を結び、1003年に攻撃を行い、1004年秋までに、ボレスワフ一世をボヘミア港くらいから退位させた。しかし、ボレスワフ一世は1018年までモラビア及び、スロバキアにおいて、権力を維持し、東部地域において脅威であり続けた。 1015年及び1017年に、ボレスワフ一世は、東方辺境領を攻撃し、二度とも、ハインリヒ一世の軍に敗北を起死した。ボレスワフ一世に二度目に勝利して間もない1018年6月23日、ハインリヒ一世は、鎧を着たまま死去したという。オーストリアの名が、ラテン語の、オスターリッチーで、初めて確認できる996年の文書。 ハインリヒ一世が返境博であった時代に皇帝夫を三世は996年11月1日にブルフフザールにおいてフライジング司教ゴッドシャルクフォンハーゲナウにあてて文書を発行した。初めてオスターリッチー・オーストリアの語源マイナスが確認できることからその後が示す地域が比較的狭い領域であったとしてもこの文書は歴史的重要性を持つ。 この文書は方言でオスターリッチーと言われている地域の寄進に関することでノイホーフェーンアンデアイプスの地域と記述されている。皇帝はこの地をフライジングの修道院に報道として寄進した。周辺の土地や町は後に修道院が手に入れることになるがオーストリアに併合される1803年まで修道院が保持した。この文書は現在は ミュンヘンのバイエルン公文書保管書に保管されている。ありがとうございます。